こんにちは、チュンコロモチです。夢だった田舎暮らしを30歳でスタートしました。今回は田舎が舞台になっている小説おすすめ3選という動画になります。読書が結構好きでして、去年は年間で70冊くらい、今年は100冊を超えそうです。ジャンル問わずなるべく幅広く読むようにしてるんですが、中でも今回は田舎が舞台になっているという小説を3つに絞ってみました。早速行ってみましょう。1冊目、ザリガニの鳴くところ、ディーリア・オーエンズ著。日本の田舎のような田園風景ではなくて、湿地帯が舞台の小説です。近年の小説の中では間違いなく最高傑作と言える作品かと思います。この本はもう聖書として使えちゃうくらい様々な哲学的テーマが含まれているんですね。1950年から60年代くらいのアメリカ史や自然の中で生きていく知恵を勉強することもできます。何より湿地の中に佇むポツンと一軒家で、少女カイヤがたった一人で生きていく姿に胸を打たれない人はいないはずです。6歳の少女が人里離れたその家でどうやって暮らしていくのか、食事はどうするのか、お金はどうやって手に入れるのか、気になってきませんか？この本で私が最も好きな場面は、主人公カイヤがテイトという少年と出会うところです。この二人は現代ではとても考えられないような純粋で愛おしい方法で心を近づけていくんですね。これから読むという方もいるかと思いますので詳しくは伏せますが、ここの二人のやりとりがすごく魅力的です。この小説は Amazon Audible で聞いたんですが、ナレーターの声がすごくマッチしていて、一瞬で世界観に引っ張り込まれてしまいました。すごく好きな本になりまして、紙の本でも読みたいとなり本も購入したという超おすすめの小説です。その後映画化も決まりまして、めったに行かない映画館へ行ってきました。よくある原作は良かったけど映画はちょっとなっていう感じもなく、とてもいい映画でした。2冊目、シャボン玉、野波麻著。宮崎県にある小さな農村が舞台の小説です。林遣都主演で映画化もされたので知っている方も多いかもしれません。犯罪者である少年が村の人たちに出会い成長していくストーリーです。逃亡した少年は山道の途中で怪我をした老婆、通称オスマジョと出会います。どうして俺が助けなきゃいけないんだよって彼は思うんですけど、オスマさんは目の前に現れた若者に当然助けてもらえると思っているわけです。都会の若者と田舎の年寄りの感覚の違い、それがどういうふうに交わっていくか、お金を奪うために他人をナイフで刺してしまうほどの少年のお金に対する価値観がどのように変わっていくのか、この小説も大変奥深い作品です。田舎地域での仕事、この小説では林業や山の中での仕事が取り上げられています。お祭りの描写もあり、そういったところでも田舎を感じられますね。3冊目、西の魔女が死んだ、那須加穂著。この作品も映画化されています。主人公の少女が魔女になる修行を通して成長していく物語でありながら、おばあちゃん、通称西の魔女の田舎暮らしの知恵を学べる作品です。舞台は日本の田舎なんですが、おばあちゃんが外国人ということもあり、海外の田舎暮らしという雰囲気も味わえます。お昼にサンドイッチを作るから畑からレタスを取ってきてっていうシーンなんか最高ですよね。穏やかな日常がある一方で、少女の目には理不尽だと思えるようなことも起こります。西の魔女はどんな知恵や哲学を少女に伝えるのでしょうか。私が特に好きな場面は、いい香りをつけるためにシーツをラベンダーの上に干すところと、ワイルドストロベリーを摘んでジャムにするところです。このワイルドストロベリーはある時から急に実がなり始めるんですが、西の魔女が語ってくれるそのエピソードも見逃せません。動画の中でも出てきました Amazon Audible についてちょっとお話ししたいんですが、 Audible っていうのはつまり聞く本です。初めの頃はコイン制でちょっと高いサブスクだったんですね。ですが現在はコイン制が廃止されたので、月額を払えば聞き放題です。もうオーディブルが日常の一部になっています。畑仕事をしている時や森林の散歩をしながら田舎暮らしがテーマの小説を聞くとかなり雰囲気が出ます。今回紹介した小説の中では残念ながら西の魔女が死んだだけは今のところオーディブルにありませんが、いずれは出てくるかと思います。
まだ使ったことのない方はぜひ概要欄のリンクをクリックして体験してみてください。月額は1500円ですが、最初の30日は無料体験ができます。有名な俳優や声優が朗読している本も多くあります。もし気に入らなければすぐ解約できるので、まずは無料体験をぜひ試してみてください。グッドボタン、チャンネル登録、とても励みになります。ぜひよろしくお願いします。田舎移住について網羅的に解説している田舎デミーは夫が運営しています。伊豆エリアのレジャー、グルメ情報なら私たちが夫婦で運営している伊豆の三賢人、そして私が運営している田舎の山奥で世界旅行をしようという趣旨で変わったお料理やおつまみを作って公開しているおつまみ温度もぜひお楽しみください。それではここまでご視聴ありがとうございました。さようなら。